倉敷市は岡山県の南部に位置し、人口はおよそ48万人。中国地方では広島市、岡山市に次ぐ3番目の規模の中核都市です。移住先として人気を集めている岡山県倉敷市、その理由の一つとしてまず挙げられるのが交通の利便性です。東京からは飛行機でおよそ1時間45分、新幹線だとおよそ3時間30分で着くことができます。首都圏からの交通の利便性が高く、日帰りでの移動も可能な距離となっています。倉敷駅には中国地方を東西に結ぶ JR 山陽本線と南北に結ぶ伯備線が乗り入れています。 JR 山陽本線に乗れば岡山駅までおよそ15分、多くの市民が通勤や通学に利用しています。山陽新幹線や瀬戸大橋線へのアクセスも良く、倉敷市は中四国地方の交通の要衝となっています。また倉敷駅前からは水島臨海工業地帯に続く水島臨海鉄道と市内各地区を結ぶ路線バスが運行しており、通勤、通学、買い物などの移動に便利です。